はい、こんにちは。特撮系顔出し YouTuber のタカです。今回紹介するのはですね、こちらです。こちらは今回も DVD の紹介です。仮面ライダーブラックプラスブラック RX の DVD ボックス海外版です。はい、というわけで、こちらなんですけど、仮面ライダーブラックというね、作品をね、概要を説明しますとですね、もちろん皆さん知ってると思うんですけど、倉田哲夫さんがね、主演の作品でして、仮面ライダースーパーマン以来約6年ぶりの新作ということでね、1987年10月4日に放送開始しました。まあもう有名だと思うんですけどもね、仮面ライダーディケイドでね、コラボしたりねしましたし、あとスーパーヒーロー、対戦グランプリ、仮面ライダー3号っていう作品がね、映画であったんですけど、その作品もね、にも出てきましたよね。あの映画も良かったですよね、すごいね。はい、というわけなんですよね。はい、1987年10月4日といえばね、そう、ちょうど24日後に僕は生まれました。というわけなんですよ。はい、こちらまだね、開けてないんですよ。こんな感じでブラック、ブラック RX とシャドウムーンでね、3人写ってますね。はい、やっぱ海外っぽいね、パッケージですよね。なんか絵で描いてあるパッケージですよね。写真じゃなくて絵なんですよね、多分ね。ちょっと細かく見ていきましょう。はい、では下の方にカメラを下ろしたいと思います。はい、というわけで仮面ライダーブラック、ブラック RX ね、DVD ボックスですね。こちら4枚組なんですよね。はい、どんな感じで入ってるか、まあ、2枚がブラックで、残りの2枚がブラック RX ですね。はい、というわけなんです。ちょっとここね、もう開けてあるというかね、もう破れ、パッケージの破れがあるんで、もうここから開けちゃいます。はい、行きましょう。こちら慎重にね、やっぱね、このノスタルジーに浸りますよね。はい、この懐かしい仮面ライダーブラック、幼稚園の頃ね、レンタルビデオで借りてね、雲怪人がすごい怖かったっていう話ですよ。はい、すごかったです。やっぱりね、仮面ライダーのこの原点回帰したね、この回帰性のあるね、怪人たちの登場がね、なんともね、子供心に恐怖を覚えましたね。はい、こんな感じでベリッとちょっとね、破いていきました。はい、こんな感じでね、やっぱ、おー、硬い、硬い感じですね。硬質なカバーですね、これ。はい、ビニールを破っての、はい、来ました。じゃあどんな感じなのか、ピクチャーレベルかな。お、ピクチャーレベルだ。お、すげえ、かっこいい、すごいかっこいいっすね、これ。すごいね。これちょっとね、重なって入ってますね。一つのスペースに重なって入ってる。これはちょっと良くないので、別のケースに移したいと思いますけど、後ほどね。はい、これちょっと見ていきたいと思います。ちょっと開けず、取りづら、これ。でもかっこいいね、このパッケージね。はい。なんか手作り感はありますけど、海外版ってことでね。はい、こんな感じで。画質はね、そんな期待できないんですけどね。はい、あ、撮りました。はい、お、ディスクも意外とまあまあ綺麗ですね。はい、はい、というわけで、仮面ライダーブラックのね、ディスク1だけを見てきた感想を言います。まず本当に画質が悪かったです。非常に画質が悪いので、DVD のね、焼いたハードディスクレコーダー、昔のハードディスクレコーダーで、DVD を焼いた時の低画質の画質って感じでしたね。はい、そんな感じだったんで、非常にね、残念でしたね。はい、やっぱこれはね、うん、あまりおすすめできないですね。はい、いや、あまりというか、かなりおすすめできないんで、これはね、注意です。これはこの DVD 買おうと思ってる方は注意してください。はい、
まあ、全話ね一気に見れるっていう点では、まあ、いいとは思うんですけど、画質がねあまりにも悪すぎるんで、やっぱり1枚に26話ぐらいとか23話ぐらい入って20話以上入ってるんで、はい、なのでやめときましょう買いたいと思ってる方やめときましょう。はい、そんな感じで、はい、今回この動画終わりたいと思います。はい、というわけでグッバイ。